2023年1月21日 200m 世界陸上王者のノア・ライルズはシーズン初戦を迎えていました。アメリカの多くの選手は2月頃から室内陸上に出場し、3月まで 60m および 200m などを中心として出場します。インドアシーズンはアウトドアシーズンを迎えるための準備期間です。シーズン全体を占う重要な期間となります。迎えた初戦、彼は 100m 9秒99の自己ベストを持つケンダル・ウィリアムスと弟のジョセフ・ライルズと共に 60m を走ります。クリーンスタート、抜け出したのはケンダル・ウィリアムス。スタートの数歩ですでに他の選手と差をつけていました。続くノア・ライルズ兄弟、ライルズは 30m 以降凄まじい追い上げを見せましたが、結果は3位、6秒61という記録になりました。1着は6秒59、ケンダル・ウィリアムス。2着、ジョセフ・ライルズ、6秒60。3着、ノア・ライルズ、6秒61という結果でした。この動画でライルズのスタートを分析してみると、2歩目以降でケンダル・ウィリアムスと差が出ていることがわかります。体が反応してからの秒数で考えると、1歩目は0秒38、2歩目は0秒67の時間がかかっていることがわかりました。一方でケンダル・ウィリアムスは1歩目は同じく0秒38、2歩目は0秒58でついていることがわかります。2歩目以降で差が出ていることがわかります。ライルズは2歩目で少し体が浮いてしまい、これが2歩目で差がついた原因でしょう。ただライルズの自己ベストが6秒55ということを考えると、彼としては少し物足りないといったところでしょうか。次戦はボストンで行われるニューバランスグランドプリックスにて、100m で世界陸上3位だったトレイボン・ブロメルと対決します。ブロメルはそこを意識したトレーニングを積んでいるよう。最新のブロメルのスタートがこちら。これを分析すると、1歩目をつく時間は0秒28、2歩目をつくまでの時間は0秒52、これだけ速いんです。地面を押すまでが速く、ピッチを稼げるということは、それだけ加速する機会を多く得られるということです。もちろん時間だけでは比較はできません。しかし現段階では、60m においてブロメルがやや優勢なのではないかといったところでしょうか。10秒63の選手で 50m5 秒台の彼と比較しても差は歴然。芸術レベルのスタートのブロメルにライルズはどこまでついていけるのか。2月4日の 60m でライルズとブロメルはどちらが勝つと思いますか。このレースでライルズが 100m、200m で2冠を取れるか占うことができると思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。